最後に紹介するのが2006年のプレヒストリックパークです。ナイジル・マーヴェンが出てくるやつですね。一番最初の話でティラノサウルスを救い出していましたが、プレヒストリックパークのティラノってトリケラトプスを狩るシーンがあるんですけれども、パッと見だとこのティラノたち何考えてるのっていう風に疑問を感じてしまうかもしれません。あのティラノサウルスが群れでトリケラトプスの群れに接近するんですけれども、彼らは隠れて近づくわけではなく、もう堂々と現れてグギャーってトリケラトプスに向かって吠えたりするんですね。でだんだんと接近してくると、そうするとトリケラトプスの群れもティラノサウルスに対して威嚇をしたりするわけなんですけれども、トリケラトプスの群れに最終的にティラノサウルスは突入していくわけなんですよね。なんですけれども、ティラノサウルスはなかなかトリケラトプスを攻撃しようとしないんですよね。なんかグギャーって吠えながらトリケラトプスに接近したりするんですけども、なかなか攻撃しないと。狩りをしているというよりはティラノサウルスとトリケラトプスが合戦をしているように見えるんですよね。これは戦なのかと。なんか陣地をめぐってティラノ軍団とトリケラ軍団が戦っているように見えるんですよね。最初はトリケラトプスの何頭かがティラノサウルスに対抗しようと威嚇してるんですけれども、だんだん群れがパニックになっていくと、そこでようやくあのティラノサウルスの一頭が子供のトリケラトプスに食らいつくんですけれども、別のトリケラトプスが突っ込んできてこの狩りは失敗してティラノサウルスは敗走します。で個人的なことを言うと、これありなんじゃないかなっていうふうに思ってます。ただ制作陣がどこまで意図していたかは不明です。プレヒストリックパークに出てくるティラノサウルスって行動が結構謎なところがあって、最初に出てきた時はナイジル・マーヴェンの本当に目と鼻の先まで接近していたんですよ。でもその時もナイジルに向かってギャーって吠えるだけで、なかなかナイジルを襲おうとしないんですよ。で逆に動物学者のナイジル・マーヴェンもなんか振り返ったら目と鼻の先にティラノサウルスがいるみたいな、ナイジル迂闊すぎだろう、そんなのありえないだろうっていう展開がありまして、でナイジルがティラノサウルスから逃げるとようやくティラノサウルスが追っかけてくるっていう、劇中では結構ティラノサウルスが速く走ってるように見えるんですよ。とてもナイジル・マーヴェンの足であの距離からティラノサウルスを振り切るなんてできそうにないんですよ。でもなぜかティラノサウルス追いつけないんですよね。あと後半ティラノサウルスがオルニトミムスを狩るシーンもなかなか不自然です。オルニトミムスの群れを見つけてティラノサウルスはここでもグギャーって吠えるんですよね。まあ吠える意味ないですよね。でオルニトミムスの群れもなかなか逃げようとしないんですよ。でようやく逃げるんですけども、でオルニトミムスってめちゃくちゃ足の速い恐竜なんですよ。でここで接近してきたティラノサウルスって、まあ、さっきトリケラトプスの子供を加え上げたら別のトリケラトプスに突進されて足を怪我した個体なんですよ。だからただでさえ足の速くないティラノサウルス、その上足を怪我している個体なんで、足の速いオルニトミムスは普通は逃げ切れるはずなんですよ。なんですけどなんか一頭逃げ遅れてティラノサウルスに殺されてしまうんですよね。だからそこのシーンも不自然だなと思います。だからそういう流れで見るとこうプレヒストリックパークは恐竜をかっこよく見せるために、迫力をつけるためにちょっと生物としては若干不自然な動きが多いというか、恐竜に演技をさせているように見ます。その延長でティラノサウルスがトリケラトプスを狩る時もなんか狩りというより合戦みたいになっちゃったんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、個人的にはこれありだと思います。絶滅動物がどのような狩りをしていたかっていうのを考えるときに、やっぱり現代の動物を参考にするわけですよね。こっそり獲物に近づいて攻撃するっていう生き物もいれば、群れで連携プレーをして捕まえるという動物もいるわけで、まあそういうのを参考にしながら恐竜がどのように狩りをしていたかっていうのを考えるわけですが、個人的に注目したいのがホッキョクグマなんですよ。昔 TBS で動物奇想天外っていう番組が放映されていたんですよ。その中でセイウチの群れをホッキョクグマが攻撃する映像があったんですよね。ホッキョクグマに比べてセイウチって体がでかいんですよ。しかも長い牙も持っていますし、でそれが群れているんで普通にやり合ったらとてもホッキョクグマはセイウチを仕留めるなんてことはできないんですよ。でじゃあホッキョクグマはどうしたかっていうと、群れに近づいて思いっきり威嚇をしたんですよ。でそうするとセイウチの群れがパニックを起こすんですよね。でパニックを起こして逃げ惑うとどうなるかっていうと、小さい個体とか年老いた個体が周りの個体に踏みつぶされたりするんですよ。ホッキョクグマはただ威嚇をするだけで群衆雪崩を起こさせたんですよ。でなんか周りに踏みつぶされたりして重傷を負った子供とかの子供のセイウチとかが出てくるんで、ホッキョクグマはそれにありついたの。
この方法使えるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。ティラノサウルスは足が遅いと言われていますし、またトリケラトプスは大きな角を持っていて手強いです。でも普通に攻撃をするんじゃなくて群れに近づいて威嚇をするだけでトリケラトプスの群れをパニックに陥らせることができたら、仲間に踏まれたりぶつかったりして負傷したり群れからはぐれる個体が出てきてもおかしくないんじゃないかなっていうふうに思います。プレヒストリックパークの制作人はそんなことを考えてはいないと思うんですが、ああいう狩りってありなんじゃないかなっていうふうに思います。そのホッキョクグマ療法に関して紹介したい漫画があります。所十三さんの漫画、ディーゾイックです。ディーゾイックの3巻ですね。でこの中で原国の国王マルシュがですね、敵国の冥王軍、冥国軍の雷竜部隊、雷竜部隊を攻撃するときに大きく成長したティラノサウルスがトリケラトプスの群れをどうやって狩るかっていう話をするんですよ。マルシュが言ったのが、移動しているトリケラトプスの群れが過ぎ去った後、後ろからいきなりティラノサウルスが現れてトリケラトプスをグワーッと威嚇するんですよ。そうするとトリケラトプスの群れはパニックを起こして暴走して、後ろから突っ込んできた後仲間の角に突かれたり踏みつぶされたりして、ティラノサウルスが直接手を下さずとも獲物にありつくことができるという、こういう描写があるんですね。でこの所十三さんっていう人って基本的には大人のティラノサウルスは狩りをしなかったっていう考えの人なんですよ。これはあの2003年か2002年に所十三さんが書いたディノディノっていう漫画なんですけれども、この中では大人のティラノサウルスは基本的には狩りをしないで、若いティラノサウルスが捕まえた獲物を横取りするっていう、もしくは死体を探すっていう風に描かれてるんですよ。若王なしみたいな考え方をしてるんで、所十三さんがまさか年老いた大きなティラノサウルスにこうやって狩りをさせるっていうのは僕はすごく驚きましたし、北極グマ療法をよくぞやってくれたな所さんっていうふうに思いましたね。ただこの北極グマ療法もいつでも使える手というわけではないでしょうし、実際にティラノサウルスはハンターだったかスカベンジャーだったか、まあ、0か100かで考えるんじゃなくて、匂いを頼りに死体を漁っていたこともあれば、別のティラノサウルスが捕まえた獲物を横取りすることもあれば、物陰で待ち伏せして一気に襲いかかることもあれば、あるいはもしかしたら群れで狩りをしたり、あるいはトリケラトプスの群れを威嚇してパニックを起こさせる北極グマ療法を実行したかもしれません。それぞれの割合については正直これは分かりません。